トロント大学はオンタリオ州トロントに本部を置くカナダの州立大学である。1850年に設置された。主要キャンパスはダウンタウン地区のクイーンズ公園周辺に位置する。カナダトップで世界的にも非常に評価の高い名門大学である。ザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス・オブ・2021では世界18位、カナダ1位。 2021年版 QS、ワールドユニバーシティランキングスでは、世界25位、カナダ1位にランクされており、北のハーバード大学などと呼ばれる。特に人工知能分野でのディープラーニングの研究で、世界に知られる。プログラムの多様性があり、学部は300以上、大学院は80以上を数える。1853年のユニバーシティカレッジ設立以降、 トリニティカレッジ、ビクトリア大学、セントマイケルズカレッジも運営している。キャンパス敷地内に美術館や遺跡、公園、博物館、歴史的建造物などがあり、セントジョージ、スカボロ、ミシサガに3つのキャンパスを持つ。トロント大学は3つのキャンパスで構成されており、現在は3つのキャンパスとも拡張工事が進められている。近年、 40以上の施設が完成、または改善されており、完成途上のものもある。ビクトリアカレッジロバーツ図書館、コンボケーションホールセントジョージキャンパスは3つの連合大学からなる4つの学部大学と3つのカレッジによって構成されている。この大学連合はもともと独立した大学であったが、後にトロント大学へと組み入れられた。ダウンタウンキャンパスは、 豊かな歴史建造物があることから観光名所となっており映画撮影にもよく使われている。最も有名なのは1853年設立のユニバーシティカレッジである。このキャンパスへは公共交通機関 TTC でのアクセスが容易で大学エリア内にはロイヤルオンタリオ博物館やオンタリオ州議事堂があるクイーンズ公園などが含まれる。 セントジョージキャンパスから3 0トルほど西に位置しているトロント大学ミシサガ港は郊外のミシサガに位置する。クレジット側の浅瀬にあり、キャンパスの面積は0 9キロ平方メートル現代的なキャンパス様式でエリンデール地区にあることからエリンデールキャンパスと呼ばれることもある。シャトルバスでセントジョージキャンパスと結ばれている。2006年10月10日。 新しい図書館、ヘーゼル・マッキャリオン・アカデミック・ラーニングセンターがオープン。近年、アトムは医療研究の新しい拠点になることが決定し、トリリアム・ヘルス・センターとクレジット・バレー病院と提携した。ダウンタウンキャンパスから30キロメートルほど東にあるトロント大学、スカボロ校はトロント東部のスカボロ地区にあり、キャンパスの面積は1.2キロ平方メートル。 スカボロのハイランドクリーク地区にキャンパスの敷地があり、経営学とコンピュータ学が著名。19世紀のユニバーシティカレッジトロント大学は1827年3月15日、キングスカレッジが英国王室の認可を受けたことに始まる。キングスカレッジはトロント英国協会の司教、ジョン・ストラッチャンによって創立された。この地域の住民のほとんどは、 英国教会系ではなかったものの、当初は英国教会の色彩が強い学校であった。後に、アッパーカナダの統治の下1848年に、キングスカレッジは無宗教の教育機関へと変わり、1850年1月1日にトロント大学へと名称が変更された。旧キングスカレッジの建物は、現在の衆議児童にあったが、廃校され、 1853年、州内でより高度な高等教育を提供する州のカレッジとして新しくユニバーシティカレッジがオープンした。ユニバーシティカレッジは無宗教、無宗派の大学として設立されたが、トロント地域にある他の宗派の大学やカレッジはトロント大学連合としてトロント大学に組み入れられた。これらの宗派系の大学には、 カトリック系のセントマイケルズカレッジとメソジスト系のビクトリア大学、英国教会系のトリニティカレッジ大学がある。また、大学の体制はイギリスのロンドン大学連合をモデルとしている。トロント大学が設立されてから20年の間に大学自体の建物が増え、トロント大学連合に加盟する小さな大学も増えた。オンタリオ州内には 中派の学校によるネットワークがあったが、これらの小さな私立学校は独自で運営するには困難を伴っていた。そして多くの場合、不本意ながらもトロント大学連合に加盟する道を選んだ。トロント大学連合の連合は、トロント大学内にあるそれぞれの大学やカレッジが自立性を維持したまま、トロント大学の施設をすべて利用できることを意味する。 1892年にメソジスト系のビクトリア大学が、1904年には英国教会系のトリニティカレッジ、1910年にカトリック系のセントマイケルズカレッジがトロント大学連合に加盟しているが、今もそれぞれに独立性を維持している。現在、トロント大学は大学の法規則に相当する。 ユニバーシティ・オブ・トロント・アクト・オブ1971のもとに運営されている。世界恐慌と世界大戦からの落ち込みの後、ベビーブルーム期の1950年代から1960年代にかけてトロント大学は飛躍的な発展を遂げた。この期間に新しいカレッジがセント・ジョージ・キャンパス内に3つ、ニューカレッジとイニスカレッジ、ウッツ・ウスカレッジ、その他に 郊外の西3 0トルほどの場所、ミシサガにエディンレールカレッジ、東へ3 0トルほどのスカボロ地区にトロント大学、スカボロ校の合わせて5つが設立された。1980年代から1990年代にカナダの大学教育のあり方が大きく変わり、政府の年間予算から大学の助成金が削減された。これによって多くの大学が 寄付やスポンサーによって成り立つ独立法人へと変わった。トロント大学はカナダ経済の中心に位置し、商業地区エリートを輩出する学校であったことから、資金調達や寄付金を集めることに、国内のどの大学よりも成功し、今日その額は15億カナダドルに上る。1990年代から21世紀現在、今もなお、 三つのキャンパスすべてにおいて拡大を続けている。フルタイムの学部生は約6万7千人と大学院生約1万5千名を合わせて8万2千名余りで、在籍数はカナダ最多。アメリカを含めた北米全体でも5番目の規模を有する。入学難易度も非常に高い大学ではあるが、学業の水準は高くトップの成績で卒業するのはさらに困難である。 大学院においても多くの分野でカナダトップにランクされ世界中から優秀な研究生が集まる。トロント大学は英国式のカレッジと呼ばれる学寮制を採用している。ダウンタウンのセントジョージキャンパスの場合、学生は9つのカレッジのうちいずれかに属することになる。カレッジには男子寮、女子寮が併設されており、 必ずしも入寮する必要はなく通学することもできるが多くの学生が入寮を希望し共同生活を送っている。キャンパスライフの中でカレッジ対抗の催しも多く巨大な大学の中で学生が帰属意識を持てるシステムになっている。北米では東アジア研究が盛んな大学としても知られており東洋学部を設置しているほか 大学図書館から独立した組織が運営する専門の図書館、東アジア図書館もある。よって、東アジア各国の大学と積極的に交流している。日本の大学では、東京大学、京都大学、慶応義塾大学、早稲田大学、国際教養大学、法政大学などと交流がある。プログラムの多様性があり、学部は300以上。 大学院は80以上を数える。医学、理工学、教育等多くの分野で北米トップクラスであり、特にディープラーニングやアルツハイマーの研究では世界最高水準である。現在まで20人のノーベル賞受賞者を出し、学生だけでなく教授のレベルも北米トップクラスである。ザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・ワールド・ユニバーシティ。 ランキングスオブ2021では世界18位2021年版 QS ワールドユニバーシティランキングスでは世界25位にランクされている。コンピューターサイエンスの分野では世界10位に数えるなど世界トップレベルの研究で知られ、とりわけ人工知能におけるディープラーニングの草分け的存在であるジェフリー・ヒントン教授が所属することでも有名である。 本校のビジネススクールも有名で2006年のフィナンシャルタイムズ MBA ランキングで世界24位にビジネスウィークの MBA ランキングでは国際枠で9位にランクされている。特に金融工学の分野で実績を蓄積し2000年には分野別ランキングで世界1位となった。これまでに5人のカナダ首相を輩出している。また生理学、医学賞2人。 物理学賞二人、科学賞二人、平和賞二人の、計八人のノーベル賞受賞者を輩出している。ありがとうございます。